こんばんは。お疲れ様です。お疲れんこーん。よいしょ。こんばんは。あかりんでーす。今日もゴロミは出てこない。ピエンピエン。今日は香川大学祭でした。ありがとうございました。マジ頑張った。朝ね、8時からね、みんなでね、レッスン場で自主練で、ね、2、3時間してからね、新幹線乗って行ったのよ。大変すぎて。そう、めっちゃ疲れたけどめっちゃ楽しかった。あつー、こんばんは。めっちゃ広かったですよ。なんか学祭っていうかコンサートだった。なんか6人のワンマンライブみたいな感じでした。1時間もあって5分ぐらいの MC が3回ぐらいあったし、なんかめっちゃ仲良くなりました。そう、なんか MC であんなに全員ちゃんと喋ってパーソナルなところを見せれるイベントってめっちゃいいなと思って。なんかフェスにさ、20分ポンって出てもさ、まあ歌って踊って、そのパフォーマンスで、ね、推しはできるかも、推しってか、気になる子はできるかもしれないけど、MC がないからほぼ、パーソナルがわかんなくて、
推しまで行かないじゃないですか、なんか。普段だと。だけど今日は、多分学生さんの中にも、ちゃんと推しが見つかったようなコンサートができたんじゃないかなって思いました。そう。っていう話をくるくると帰り道してた。みんなでね、高松駅まで歩いて帰ったの。そう、修学旅行って、なんか遠足みたいに なんかみんなで大学の帰りに、うどん屋さん行って、歩いて、高松駅まで帰って、私はそこでバイバイしたけど、なんかね、楽しかったよ。6人、そういう6人のアイドルグループみたいだった。ゴロ。楽しかったです。瀬取りもなんかあんま6人でやったことない曲ばっかり。逃げ足早っ。もう一回嫌がるっていうパフォーマンスがしたいんよね、きっと。あれやん、なんかさ、女の子もさ、なんかちょっと何ナンパしても一回ええって言うみたいな、結局ついてくるよみたいな、そういう感じ。ゴロミも、まあ、一回誰あなた嫌いな嫌い嫌いってか意味わかんない、知らないんだけどとか言って一回やってるけど、そういうパフォーマンスよ。そう、一回あれやるから。でも本当は多分、別に好きと思う。そう。女子めんど。めちゃイベレーブは可愛かった。でしょ？タンポポ衣装も可愛かったよね。最高。でも明日のライブさ、1時ぐらいなの、福岡で。わかる？言ってること。明日の朝がバカみたいな早いってこと。泣きそう。でも猫に会えて、本当は広島帰ろうと思ってたけど、明日早いから意外と。でもどうしても猫に会いたくて、明日バカみたいな早くなるけど、明日夕方だったらよかったのに。そう、頑張れる。だから今日はちょっと早めに。猫。
ミューポン今日6人バージョン初めてだったんだよ。すごいよね。いきなりこの1時間って。ユニットなしで1時間やばいよね。ユニットなしの1時間ってほんとすごくない？みんなほんと頑張った。大学生たちが盛り上がる我々を見て STO 楽しそうと思った。思ったでしょ。心強かったですよ。ちょっとメール送ろう、忘れてた。今日神イベだったね。神席でした。おお。生きここの落ちサビ？猫寝たやつね。あれで1500円は神ね。コスパ良すぎましたね。頑張ったよ、ほんと。大学生に感謝、ね、大学生が呼んでくれたから。今見たけど曲数やばかったね。やばいでしょ。いつもの倍以上ありました。いつもだいたいフェス6曲ぐらいなんですけどね。うどん。出勤。うわ、ツイッター
ターに動画載せました。近いうちに香川公演ありそうですか？どうだろう、今んとこない。ママ、ここのドア閉めて。ありがとう。充電が。充電がなかった。よいしょ。よいしょ。親猫を送る。できた。おやすみメール送ったよー。カープ HK ハッピーハロウィン、ありがとう。ありがとう。今日の瀬戸りすごかったんですよ。 STU48 香川バージョン夢力。好きになれただけで幸せだ。 MC 自己紹介会いたかった AKB ブロック、会いたかったヘビーローテーション、言い訳メイビー。やっぱすごいね AKB って。学生の実行委員の方にメイビーとかやってくださってめっちゃぶち上がりました、ありがとうございますって言って。やっぱ AKB すげえな。私今の大学生の世代って私より結構下だけど、やっぱまだメイビーとか通じるんだって思いました。はい。で小豆島、こっから香川ブロック、小豆島へ行こう。船、夢はガラス瓶の中に、船から降りた僕たちは。この3つがねあんまやったことないやつだったんで、6人とかで結構ね大変でした。ほんで MC やって、息をする心、ヘタレたちを、ペダルと車輪と来た道と、
まあ、これはいつものやつらで、最後愛の重さフルバージョンっていう、もう、すごい、本気のコンサートみたいなセトリ？このコンサートめっちゃ良くない？ まあちょっと暗闇やりたかったけど、こうして見てみると。暗闇入ってたらマジ完璧だったね。めちゃいいよね。いいコンサートだったよね、これ。これが1500円はやばいよ。めちゃいいよね。超楽しかったです。めっちゃ大変だったけど。いや、贅沢でしたなぁ。で、船から降りた僕たちは、では、撮影可能タイムでした。これは羨ましいと思う、正直。かなり羨ましい背取りだったと思います。いやー、嬉しいですね。楽しかったです。すごい団結できたし、みんなで。チャレンジをちゃんとできた。写真を早く投稿しないと怒られるんで先に投稿しました。怒らないよ。ごめん。怒らないよ。ありがとう。見て見て、お花、あ、全然白飛びで見ない。お話し会さ、大阪さ、2時間目以外完売してる。すごーい。やばくない？え、嬉しい。ありがとう。やばいやばい。すごい。やったやった。全完売したいな、これは。すごいすごい。あと2時間目だけだ。すごーい。ありがとうございます。あと2時間目だけだ。すごーい。はーい。サンタあかりちゃん。楽しみだ。完売間近です。ワクワク。タンポポ衣装かわいいな。なんかちょうど昨日なんかのカメコ見てて、タンポポ可愛いって思ったんですよ、衣装。5周年かな？なんか忘れたけど。で、今日来たらタンポポだったから衣装が。え？やったってなりました。びっくり。こんばんは。
とね、11月13日の四国申し込み始まりました。楽しみ。マイキ、ナイスナイス、ありがとう。11月13。13です。申し込んだ、ありがとう。今日も可愛かった。ありがとうございます。よいしょ。チケットはこちらから。こんばんは。グレート、ライジングホール、こんばんは。メロメロクリームソーダちゃん、
ゥルルトゥ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 。千穂ちゃんが最近猫にハマってるよ。いや、あの人が一生ハマっとる。猫屋敷です。すごい。フェス行きました。ありがとうございます。こんばんは。頑張ったマジで。すごいよね、13曲って。どうでしたか？福田さんめっちゃ来てくれてて嬉しかったです。カンズ、ハッピーハロウィーン。ありがとね。ヘトヘトだぜ。だって朝8時ぐらいから2、3時間自主練して、ついて1時間がっつりリハーサルだから、今日コンサート2回やってる。2回どころじゃない、3回半ぐらいやってる。なんかね、花垂れ公園二回しの日ぐらいの疲労感で最高です。やりきったぜ。うどん食べれてよかった。ニャンスケのために頑張れました。こんばんは。ストーリーに載せたスケちゃんの動画やばくない？お尻攻撃。
ね、すごいよね。輝く立派なホールがあるんだね。めっちゃすごい。あの、うちらの8周年てか、フェニックスホール、なんて言うんだろうな、みたいな感じ。めっちゃね、STU のコンサート並みの会場ですごかったです。あそこで何やんだろう、普段。っていうね。こんばんは。みやた、かわいい。ありがとうございます。ああ、入学式とか卒業式。確かに、でもそれレベルの大きさだったな。馬之助、頑張ったー。ありがとう。マジ福田おっさんね、いっぱい来てくれててね、緑のペンライトめっちゃ目立ってて、いっぱい嬉しかったです。学生さんもきっと STU を好きになってくれたでしょう。お腹ギュルギュルだった。うどんうまかったね。頑張ってください。頑張った、十分。明日も頑張ろう。明日は、そうだ、明日はあのハローユースさんの主催ライブなんですけど、ハローユースさんのあの卒業されるマリマリ、藤崎マリナちゃんの卒業記念、卒業っていうか、まあ、卒業対バンなんですよ。そう、だから、あの、行くんですけど、なんと、マリマリと STU のコラボがあります。だから、STU のコーナーでマリマリがどこかで登場するので、楽しみにしててください。そう。福フェスボリューム2でハローユースのリーダーの大島葵ちゃんが四国観光大使とコラボしてくれたんですけど、それ以来と思います。はい。なんかこの前のあの沖ちゃんとか南も出てた品川のなんかアイドルファッションイベントみたいな、アイドルフェスみたいなやつに出た時にマリマリがモデルでそこに出てたんですよ、モデル枠で。でその時になんかずっと楽屋で喋ってて、なんか今度あれ一緒出るけど、なんかえ、なんかなんて言うんだろうな、なんか一緒に出るけど対バンするけど共演ではない、なんて言うんかな、言い方むずいな、わかる。でもだから、え、なんか、一緒に、やりたいよねみたいな話したら、そう、え、じゃあ、出たいみたいな、言ってくれたから、え、出ないよ、じゃあ、もう、多分許可とかわかんないけど、私が許可するって言って、ほんまに、勝手に動画送りつけて、勝手に、やったら、運営さんも、あ、いいよ、全然、みたいな感じだったから、なんかいけました。
そんな感じでノリで実現したコラボお楽しみに。お楽しみに。ちなみに合うでしょ。楽しみです。にゃん、三つ編みかわいい。ふう、マリマリのファンの人もね、一秒でも長く推しのアイドル姿を見たいだろうから、ちょうどよかったですよね。にゃん、13曲はやばかったな。明日早起きだ。真面目に早起き。でも今日もまあまあ早起きだったんですよ。通勤ラッシュに巻き込まれてないレベルには早起きでした。頑張ったぜ。にゃん、あさってお話し会だし楽しみ。いろんな話題あるね俺たち。頑張った。半ぐらいで終わろう。そしたらラムネ行きます。いいな、今日暖かかったな意外と。まあ夜は寒いんだろうけど、朝晩はね。大阪追加しました。ありがとう。全完売するかな、次のあれで、申し込みで、今の受付でね。ちょっとそれは初めての経験じゃない？どっかの日程が全完売って今まであったっけ？ない気がする。あったっけ。なんか当日行ってみて全部押し押し使えないとかはあったけど、事前に全完売はまだ一回もなかったと思うんだよね。だからちょっと興奮してます。でもみんな無理しなくていいけど、全然無理しなくていいんだけど、会いたいと思った分だけ来てくれればいいから全然無理しなくていいんだけど、ちょっと嬉しい気持ち、興奮する気持ちです。ワクワク。こんばんは。こんばんは。にゃんにゃん、にょんにょん。はちほちゃんからいいに来てるね、にゃんすけさんのやつ。羨ましいんだろうな。
楽しかった。なんかユミリンから LINE で来ててね、また寂しいんかな、あのニャンスケさんに会いたいのだろうか、今日もニャンスケ T シャツ着てますだってやばい、センスいい。そう、服フェスでね、なんかサンキちゃんがユミリンに会いたいらしくて、なんか服フェスの時レッスンがめっちゃあるから、その時にいつもなんか AT とか着てきたり、なんかユミリンさんにこれ送ってくださいみたいな感じでユミリンを呼ぼうとしてるんだけど、めっちゃサンキちゃん、私はその写真をいつも送るんだけど、最近そうユミリンでみんな会いたいんってサンキちゃんだけど、結局スケジュール的に忙しくて行けないらしく、来れないらしくて、そうちょっとまだ伝えれてない、サンキちゃんに来てくれるんじゃないだろうかユミリンさんがと思って来れないのって可愛いよね。そっか、連絡先持ってないのか、そうかと思ったね。そう、舞台ねやってるからね、うん、8周年とか見に来てくれたらいいですね。ことでのって思い出した、確かに思い出すな、なんかイベントやっとったもんな、うん、猫パンチ。じゃあ今日はスケちゃんと寝ます。本当はゴロミとも寝たい、なんか枕元にスケちゃんを従えて足元にゴロミを従えて寝たいとこですが、まあそれは多分叶わぬ願い、叶わぬ片思いってやつだと思うんで、とりあえずスケちゃんに面倒見てもらいましょうね。でもアルコールアレルギーがやばいと思うのでマスクはします。すでにもうだいぶ吸ったけどな。絶対痒くなる。明日ちょっと顔むくんでるかもしんない。アレルギーで。許して。あ、ごめん。スケのためやけん。ごめんごめん。多少むくんでも可愛いと思うけん。許してほしい。猫にやられたんだって思ってもらって。多分大丈夫やけど。一晩だったらそこまで
かないと思うけど、調子悪いと結構むくむ、むくむっていうかの腫れるんですよ顔が。まあまあ大丈夫かな。はい、頑張ろう、許容します、ありがとうございます。ランキング読もう。アラップありがとう、よよよありがとう、福テス48お疲れんこんです、久々の猫屋敷、思う存分吸いなさい、今夜はいっぱいパワーと癒しを蓄えましょう。もう癒しだいぶもらった、だいぶ尻尾でねジャイしてもらいました、ペン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 、幸せありがとう、目黒の工事ありがとう、かなぶんありがとう、マイキありがとう、セブンありがとう、馬之助ありがとう、カープ HK ありがとう、みけちゃんありがとう、かんずありがとう、ほにゃまる福田推しありがとう、1位は埼玉のいたん、ありがとう。というわけで今日は、地元香川県での学祭、初めての学祭に出演させていただきました。来てくださった方ありがとうございました。いかがでしたか。たくさんの曲を初めてのメンツでできてすごい良かったです。なんかうちらっていっぱい人数いて、いつも一緒に踊るメンバーが決まってないからこそ、こういうのすごいいいなって思いました。いつメンじゃないのが逆にいいなって、あの面白いなって、大人数グループに属してる意味があるなってすごい思いました。すごい自分もなんか勉強になったというか、なんかねすごいね成長できました。今日楽しかったし、あとみんなと仲良くなれたし、そう楽しかったです。ありがとうございました。またいろいろおもろいライブできるように頑張ります。私が福田はって言ったらストウチって言ってください。ありますと福田はストウチ、サンドの飯はどんな決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんこ、休みみんじみです。明日は福岡県で、ハローユースさんの主催ライブに出演させていただきます。ぜひいらしてください。お待ちしてます。それでは明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。